FM ギノワンをお聞きのリスナーの皆さん、おはようございます。この時間は占いをお届けしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは7 9 7 f m g i n o 1 c o m また、FM ギノワンでは、Ustream で映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページから直接見ることができますので、そちらもお楽しみください。 そして、ツイッターも連動していますので、たくさんツイートをしてください。よろしくお願いします。それではですね、私、ペラリー・クリントンがお届けしたいと思います。まず、十二星座占いですね。まず、お羊座のあなた。今日の総合運は82点。 今日はどうす、どうすれば自分も周囲も嬉しい気分になれるかを考えて行動していきましょう。一緒にいる人が普段どんな時に喜ぶかを思い出してみれば、そう難しくはありません。また、以前に失敗したことに再チャレンジするのに向いている日でもあります。なぜ失敗したのかをじっくり検討して、違う方法で再挑戦してみてください。 そんなあなたに協力してくれる人から連絡が来るということもありそうです。携帯の充電はお忘れなく。そして、大下のあなた。総合運は65点。いろいろな生き方に目を向けてみたい日。今の生活になんとなく不満が出てきそうです。変わり映えのしない日常に少し飽きているのではないでしょうか。 急に大きく変えることは難しくても心はいつも100%自由だということを思い出してください色々いろいろな生き方に目を向けることが内面からあなたを満たしてくれるでしょうそして自分の世界で活躍して幸せそうに見える人の本やブログを読んでみるとあなた自身のこれからをこれからも目指したい方向も見えてくるでしょうそしてあなたの恋愛運は 気にしていたことが一段落する暗示です。すっきりとした気分で恋に迎えるはず。ただ、心配し始めると恋愛運が不安定になりかねません。後ろは振り向かずにどっしりと構えていれば、望む通りに物事は進んでいくでしょう。そして、双子座のあなた。周りの意見に耳を傾けたい日。 あなたの中で新しい価値観が芽生える暗示があります。人との関わりの中に目から鱗が落ちるような発見や今後の人生を豊かにするヒントが隠されていそうです。特に自分と感覚が正反対に思える人の行動に注意しましょう。多少の違和感を覚えても、はじめから否定せず、こういうやり方もあるのかと捉えて、いろいろな人の考えを知ることであなたの世界は広がるはずです。 そして、あなたの恋愛運は、ある程度気持ちにコントロールが効くので、順調に恋を進めることができるでしょう。自分を魅力的に演出することもできます。得意なことをアピールできれば、異性はあなたに好意を持ってくれるはずです。そして、カニ座のあなた。総合運は53点。いろいろな世界を見てみたくなる日です。向上心が高まるときも、 もっともっと成,成長して、世界を広めて、いろいろな、うんあ、失礼しました。全然違うの読んでましたね。はい。大きなトラブルもなく、物事を進められそうです。いろいろな人がいる世界だからこそ、人生は素晴らしいのだと考えてみてください。同じことの繰り返しに見える毎日でも、そこに新しい喜びが見つかる予感があります。夜は、 普段あまり触れたことがないような本や映画で心の旅を満喫しましょう。そんなあなたの恋愛運は自分を客観的に見てみましょう。恋が生まれにくいと感じているなら自分は異性にどう思われているのかということから考え直すと良さそうです。そして交際中の人は相手との関係を振り返ってみてください。どちらかが遠慮や無理をすることがない関係が理想です。 そして、獅子座のあなた、総合運は78点。生活について考え直したくなる日になるかもしれません。今のままでいいのか、これからどうしたらいいのかという迷いが深くなるでしょう。身近な人の生き方、暮らし方を見ていいところを真似しようと思っても、なかなか同じようにやるのは難しいようです。人が実践している方法はあくまでお手本と気楽に捉えてください。 そして、そんなあなたの恋愛運は、魂の結びつきを感じる予感。単なる恋人同士ではなく、心の底から信頼し合えるような恋ができそうです。嬉しさが湧き上がり、恋愛以外のことも頑張ることができるでしょう。心が満たされて、充実した日になりそうです。そして、乙女座のあなた。総合運は62点。 自分にプレッシャーをかけてしまう日です。理想と現実のギャップに気づかされるような出来事があり、少なからず気落ちしてしまうかもしれません。でも、ここでくじけずに目標に向かってマイペースで一歩一歩進むこと、継続することが大事です。そんなあなたの恋愛運は、複数の人からアプローチを受けるようなことがありそうです。かえってトラブル発生の暗示もあります。 あなたがその気になれないのに一方的に愛を示されて困ることがありそうです。今日は異性を刺激しすぎないようにしましょう。そして、天秤座のあなた、総合運は98点。古風なこと、伝統あるものとの触れ合いに開運のヒントが隠されていそうです。例えば、 地域独特の風習やことわざ、おばあちゃんの生活の知恵といったもののルーツを探ったり、実践したり、実践してみたりしてはいかがでしょうか。そして、恋愛運は気持ちを強く持てるでしょう。自分を信じることができるので、どんな試練も見事に乗り切ることができます。そして、サソリ座のあなた。総合運は62点。恋愛運は思わぬフォローがある日です。 あなたの恋を応援してくれる人がいそう。いい形で恋を進めることができそうです。また、ただの友人がずっとあなたを愛していたということもあるかもしれません。周りをチェックしてみましょう。そして、いて座のあなた。総合運は86点。今日は見落としていたことに気づく日になりそうです。そして、恋愛運は、恋をしたい気持ちは高まるものの、 周りから邪魔されることがありそうです。特に、家族などのサポートは受けにくく、恋を進展させるのは難しいかもしれません。きちんと説明をすれば、助言を得ることができそうです。そして、ヤギ座のあなた。総合運は70点。新鮮だと思えることに挑戦したい日です。そして、そんなあなたの恋愛運は、お調子者の面が出てきてしまいそう。 あまり乗り気ではないのに、異性を喜ばせたいと適当な返事をしてしまわないようにしましょう。相手も自分も傷つけてしまう軽率な態度を取らないように注意しましょう。そして、水亀座のあなた。総合運は94点。人気が急上昇しそうな日です。グループ内でのあなたの人気が急上昇しそうな予感です。そして、そんなあなたの恋愛運は、 静かに恋を進めていけそう。恋愛に対して慎重になり、ミスをしたり恥ずかしい思いをしたりすることはないでしょう。取り越し苦労をすることの方が心配です。考えすぎず何かあればすぐ行動に移してしまった方が楽です。そして、ウオザのあなた。総合運は58点。人とのつながりに喜びが見つかる一日です。今日のあなたの恋愛運は、 決断力にかけ、行為を形にするチャンスを逃してしまいそうです。少しでもいいと思う異性から思いを示されたら、すぐに反応してください。もたもたしていると後悔することになるかもしれません。即断即決が開運の秘訣です。それでは以上、占いでした。来週もどうぞ。 声聞こえますかね？おはようございます。